この前ハセシンさんにお会いできました。あれさ、皆さんってさ、ゲーム実況者とかに結構会ったことはみんなあります？これ別に文句言わないんだったら、別に名前出す分には多分問題にならないんで、皆さんどんな人に会ったことあります？意外とみんな会うもんなの。俺今まで会ったことあるのって 2,3 人なんだよね。みんなが会ったことあるゲーム実況者。ホワケさん実況者じゃねえだろおぱちゃん、ポンさん、ゴシゴシ、ゴシゴシ実況者じゃねえだろ、名前出すな。ハセシンさん、オパシさん、誰も会ったことない。ナイス、オパシさん、オパシさん、エディフさん、ホワキャさん、アナコンさん、ラッシュの皆さん、アイマスさん、ナナカさん、タマオさん、オトジャさん、オトジャさん会ったことあるの？ボックスか。アナコンさん、村人さん、実況者じゃねえだろ、サソリさん、アナコンさん、忍者さん、タマオ、ボドカさん、エディフさん、オパシさん、ないです、オパシさん、SDMX さん、オパシさん、ニシキングさん、ニシキングさん、知らないな。ボドカさん、人の ID 見ない。オパシさん、ハセシンさんに会いました。ザイヤックの人たち、カセンさん、ハセシンさん、オラエモンさん、リュウさん、ローラさん、ローラさん実況者じゃねえだろ。スコーピオンさん、ゴシゴシゴーストにいましたそういう話はいらん、ゴシゴシの話はやめ。ベルクラさん、ベルクラさん箱か。じゃあパマジさん、パマジさんも箱か。スコーピオンも呼び捨てすんのやめなさいフェズ、ほらフェズってなんだ、フェイズのことかな。銀婚さん、ナナカさん、ドミちゃん、ドミちゃんって誰だ、ドミちゃん。オパシさんのフルパにボコボコにされた記憶が、ボコボコにされたことで、レスキューであったのかな。罪悪のコメント、そこは間違って読みそうになったじゃないか、お前そういうこと言うなお前時事問題ね、俺口突っ込まないようにしてんだ。クラッシーさん、オトジャスさん、アイクさん、アイクさん、アイクさんわかんないな。忍者さん、SMN さん、わかんないな。わかんない人の名前あげるのも失礼だよね。はあ、知らねえんだお前みたいな。赤組のドムさん、赤組のドムさんってコールオブデューティーめったにやってないよね。女性じゃないよ、しかもあの人男だよ。あ、のとこの女性実況者。あ、そういうことね。あ、ごめんね。ガチイモさん、ホワキャさん、アライクオーバーさん、トモさんメンバーです。レクシーフルパが AW のアップリンクにいました。あ、トミちゃんは赤髪さんの、あ、そういうことね。はい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 。あの人、赤髪さんのとこはほら、超有名だけど、コールオブデューティー実況者っていう認識をしてないから、俺、いちいちそうやって把握してないんだよね。2、3回見たことあるけど、あの方の動画は。その大人気な人はちょっとやっぱ勉強になるからね。皆さん見たことありますけど、大半の人は。結構合ってるんですね。あ、そうだね。COD 限定で言ってほしいかな、できれば。そうじゃないと俺が全く分かんないから。COD で動画投稿してる、実況者。もどきは結構合うんだけどなまあそうですよね、多分チャンネル登録少ない方だったら、多分相当皆さん実は知らない間に合ってるんだと思いますよ。なるほどね。オパシンとかいるよね、たまに。いますね、最近なんかよく聞きますね、りょうりょうさん、オパシン。あなわぐらさん、眠くなってきた。原田さん、お疲れ様です。忍者さん、猫缶さん。へー、え、あれさ、これじゃあ質問なんだけど、まあ、これ分かりやすく言ってテロップに残さなくてもいいか。みんなさ、そのゲーム実況者に会った時とかってなんかしてる？キャプチャー回して撮ったりとか、もしくはなんか写メ撮ってツイッターに流したことがあるとか。みんなどういう対応すんの？あ、オパシいるみたいな。みんな何する？スクショします。何も。クリップは保存する。写真だけ VC で話しかける。スクショ撮りたいね。人の ID 見ない、写真撮って友達に一番 VC で話しかける。写メ撮ってる。勝ちたいと思うくらい。終わった後 Twitter 見たら、ホワケさんだってガーンってなった。オパシさん、いや何もしない。スクショ写真、やっぱ写メが多いよな、あれさ。圧倒的にね、ダントツやっぱ写メですよね。発狂、今日ボイチャー写メ撮ります。 SNS には出さない。 SNS、 あれじゃあね、これね言っとこう、動画投稿者の目線で言うけど、 SNS に動画上げられて多分喜ぶ人あんまいないよ、うわって思う大半の人が多分、なんかいましたとか言ってあげられてね、嬉しい気持ちは正直あんましないね、今来たんですけど誰とやってるんですか？募金プロジェクトをやってるキングさんです。写メ撮って自己満足に。あのね、結構ね、そう、迷惑ってわけでもないけど、まあ、オパシさんに会えたら嬉しいとかって言ってる方のは別に嬉しいですけど、まあ、なんていうの、戦績しかアップしない人って大勢いるんだよ。
あの勝ったらあげる負けたらあげないみたいな。ひどいのだと例えばなんだ5試合やって1回だけ勝ったらそこだけさも勝ったかのようになんか何ツイッターとかに晒し上げる人もいっぱいいるし、俺とかさゴーストやるときって普通にボイチャオンにしてるじゃん。相手のボイチャを取りたいからお互いオンにしてるじゃん。だから俺だってさ試合でもしも負けたりするとさカシャッカシャカシャカシャッとかってシャメ取られるわけ。うわーこれこの後 SNS 上げる気ま上げる気やんこの戦績のシャメみたいな。あれめっちゃ不快なの。音が聞こえるって言ってたもんね、はあ、カシャッカシャカシャカシャッとか言ってすげえよシャメ音。みんなは多分そんなわかんないと思うけど、もう勝っても負けてもシャメ音ロビーで響きまくりだからね動画投稿者って。あれマジ辛いよ。あれはマジねたまったもんじゃないなって思う。だからねシャメはねできればあんまり取らないでほしいかな。クランで挨拶された時の嬉しさ、そういうの予想できるから大丈夫ですよ。ああ大人ですね。サイレンサーカメラ使いました。そうだねそうだね。そうやってね配慮してくれる人はまあ別に元からいい人なんで多分変なことはしないと思うんですけどね。あのシャメ取られた時の不快感ね。そうか俺ねファンメール送れないよ俺に。はい、あそうかそう送れないなってんだもんね。そう俺メールとフレンド申請送れないようになって、ね、めっちゃ来ますもん。めっちゃ来ます、ね、あのその招待機能がめんどくさいんですよ。招待機能ってさメール送んなくても簡単に送れちゃうからバカみたいに招待連打送られてくるんだよ。メール OK にしちゃうと送られてくるね、まあ、嫌がらせも兼ねたり、まあ、嫌がらせじゃなくてもそのパーティーぜひうち来てくださいみたいな、一緒にパーティー組んでくださいみたいな感じでもう鬼のように招待連打来るから。そうだからね基本的にメッセは送れないようにしてます。そう動画投稿者の裏技ね。最初はあ募金どこにしてるんですか、赤十字ですよ。で最初はねあの送れるようにしてたんですけど、その七日さんがねあのそうあフレンド申請もメールも送れないようにしてますよみたいなことを言ってて、あやっぱそういう風にするんだと思って自分もしましたね。やっぱそういうなんか動画投稿者の知り合いどんどん増やしたいんですけどね。